こんにちは、アドレスホッパー静香の C チャンネルです。今日はホテルをね、今ちょうど移動したところなので、ルームツアーをしたいと思います。で、今回は、1回滞在したことあるホテルに、今回も泊まることになりました。で、今回は、ちょっとより上の階になったので楽しみです。じゃあ早速中に入ってみたいと思います。ではでは早速開けたいと思います。ほい、こんな感じです。あ、前回よりも床がちょっと明るい。こんな感じで今回もキッチン付きです。キッチン家電付きですね。炊飯器とケトルがついてる、お米が炊けそうです。じゃじゃーん、こんな感じです。ちょっとね、床が大理石風というかっていう感じになってます。いいですね、やっぱりこの広さがあると安定な感じします。ヨガもできるし、でテーブルもね、なんか前はこっちの方にあったんですけど、ここね、ここにあったんですけど、なんか私の YouTube スペース用にこうちゃんとなってるから嬉しいそんな感じ。はい、なんかちょっと長期滞在で予約取ってるので、あのリネンとかタオルがすごくたくさん用意してくれてます。めちゃくちゃありがたいです。トイレもね、なんかこう大理石風で、私は結構好きなお部屋のテイストです。はい、こんな感じですね。うん、いい感じです。はい、という感じでした。ちょっと引っ越ししてきたばっかりでまだ汗かいてちょっと息が上がってるんですけど、はい、またこれから、ホテルの紹介とかしていきたいと思います。ちなみにここはね、前回と同じ1泊3000円で泊まれてます。で、ちょっと先に、予約を取ってたんですけど、今はね、もう3000円で出てなかったですね。なので早めに予約していてよかったなって思ってます。多分1泊今だと 4,5 千円じゃないかなっていう感じです。なので値段の変動とかも結構多いので、予約を取る際は早めに押さえておいて、キャンセルできる、キャンセル料がかかんない前までに、もう一度値段を確認して、そこに泊まるかキャンセルするか、考えた方がいいかもしれないです。はい、ここは押さえておいてよかったなって思うお部屋でした。では今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てね。バイバーイ。